みなさんこんにちは田田内香織の奈良ガイドうるわし奈良通信拡大版でございます今日はですね奈良国立博物館で開催中の空海様の展覧会まあなんかこう私の体感ではもう日本人のうち八割がいってるんじゃないのかって思うぐらい大人気なんですよね でまあ、私自身もそうなんですけれども奈良が好きな方歴史が好きな方にはままああ必必然必須のの展覧会でございますあのこの展覧会が始まる1年とか1年半前だと思うんですけれども結構前からね展覧会を告知していたのを覚えてるんですよ。でいよいよ始まってもう満を持して行ってきたという感じなんですけれどもこの「 最初の時の展覧会チラシちゃんと撮ってあるんですがこれがすごくて裏が真っ白っていうねあの普通こういう展覧会チラシってこの両面ちゃんんんと情報があるもんなんですよだってもったいないじゃないですか印刷費がねかかるんだからね。でもそのまだ多分内容が 確実に固まっていない段階であっても裏を白くしてでもこう空海様の大規模な展覧会をこれからやるんだっていうこの奈良博さんの意気込みが伝わってくる展覧会チラシでございました、えー、そしてまあそのね熱意があふれんばかりの展示となっています今回はですねこの展覧会がすごく良かったという動画をこの間出したんですけれどもその 海を見に来た後でちょっと立ち寄ったらいいんじゃないのかなって思う素晴らしいところを2箇所ご紹介したいと思います奈良の人だけではなくって東京の方 聞くところによると沖縄の方北海道の方もう本当に全国の方がお越しというふうに伺ってますのでせっかくね、えー、奈良まで来ていただいてもうちょっと空海様のゆかりの場所に触れたい空海様が歩いたかもしれない見つめたかもしれないところで空海様とこう同じ空気を崇拝したいのだという方のために空海様が感じられる場所をご紹介します。 まず最初がですね、幸福寺、南園堂というところです。えー、奈良国立博物館があります場所。一番最寄りの駅が近鉄奈良駅というところでして、この近鉄奈良駅のすぐそばに幸福寺さんがあります。えー、そしてね、そこに建っております南園堂という建物がですね、今の建物は あ江戸時代の再建なんですけれども実は最初に作られた時それは空海様のプロデュースがあったということが分かってるんですね。江、えー、福寺さんのホームページ見ましてもですね、えー、南炎堂を建てた時、えー、空海様が関わったと。 また鎮断には公募大臣空海が大きく関わったことが伝えられていますとありますので空海様がこの南炎堂というお堂の前に立ってお堂を見上げてもしかしたら何かのこう祈りを捧げたかもしれないわけなんですよね。ぜひですねこの南炎堂の前に立ってお手を合わせていただいて空海様のそのまあ気持ちとね重ねていただきたいんですけれども。 この南炎堂さんを作りたいと願った人その人こそ冬藤原の冬継という人なんです、えー、この藤原の冬継という人はですね今回のこの空海様の展覧会、はいえー、この中に風神城という空海様のお手紙が出てるんですねもう空海様の文字が素晴らしくって昨日書いたような筆跡が素晴らしいんですけれども この中にですね、佐江の神という人が出てくるんですよ。よいしょ。はい。最初の文字、この風神風っていうあたりが私大好きなんですけれども、この矢印のここ、はい、これですね、左、 それから衛生兵の、A「死」というのが見えてますけれども上の方にもうちょっと続くんですが「佐江の神とありましてこれが冬粒のことを言ってるんですねこんな感じでこの藤原の冬粒という人が空海様にお願いして「 えー、南円堂というお堂を建てるのを手伝ってもらったようなんです。えー、この冬継ぐのことが風信上にも出ておりまして是非、えー、ともですね、えー、展覧会でこの風信上を見ていただいてそしてあここにあの冬継ぐとやらが出てるのかということに。えー 気づいてもらって、えそしてお帰りに幸福寺の南園堂さんによってもらってこのお祭事の神冬つが願って空海様がお建てになったまあ建てるののお手伝ったということをねちょっと思っていただければと思います。あとですねこのお南園堂さんの目の前には結構大きめのね塔楼が立ってるんですよ。でこの灯籠の初代 最初の灯籠が国宝館とというこの国宝館に入っている初代の灯籠の名文この文章を空海様が考えたということなんですね。 文字は橘の早成という人が請け負ったそうで、まあ、その空海様が文章を考えて早成さんという人が実際に筆を取ってその合作という灯籠が国宝館に保管されています。ぜひこちらも合わせて見学頂い,いたらいいかと思います。 国宝館にはね、あの、アシュラ君もね、いらっしゃいますので、ぜひね、一緒に会ってきてください。この、立花の早成という人はですね、空海様と同じように、中国に留学,留学した口なんですよ。なんだけれども、中国語が苦手だったそうで、で、中国行ってね、勉強するのに、中国語できんかったら話にならんじゃないですか。で、実際、勉強があんま進まなかったみたいです。 で、しょうがないので、自分は書で行こうと、えー、書く方でね、えー、書道の方で頑張ろうということで、えー、後に日本の三筆、日本で最も字が優れている人のトップ3の中にこの早成さんが入ってるんです。あ、えと、ー、の2人はもちろん空海様が入っていまして、 で、もう一人は佐賀天皇という人なんですけれども、もうなんか分かれ目しかないじゃないですか。中国語が苦手で勉強が進まなくって別の分野を目指すっていうね。はい。そんなあ早成さんと空海様の灯籠、おその火袋のね、名文もぜひ見てきてください。もう一個ですね。はい。えー ちょっとこういったものもご紹介したいんですけれども、えー、2つ目にご紹介したいのが東大寺皆さん修学旅行なので一度は行ったことであるであろう東大寺の二月堂というお堂をご紹介したいと思います。あの空海様様はでですねここのの東大大寺の別途トップを務めたこともあるそうでして、えーまあ、あ大仏様 えー、大仏殿に行かれて、えー、大仏様に拝礼したということは、まあ、あの確実にあったかと思うんですけれどもこの大仏殿から少し坂道を登っていったところに二月堂堂というお堂があります、えー、大変ですね美しいお堂でしてこう京都の清水の舞台のように舞台があるんですね。 でそこに登ってもらってこう景色を見てもらうと奈良市内が一望できるという夕方に上がってもらったらもう夕日が散然ときらめいて非常にきれいなところなんですけれどもその二月堂の舞台に登る時に階段がこう両脇に2つあるんですよ、えー。向かって左側の方が屋根付きの階段。 右の方に屋根なしの階段があるんですけれども、その屋根なしの階段を登ってもらう途中ぐらいのところに、この葉っぱ、えー、タラヨウという木の葉っぱがあるんですね、えー。ちょっとね、あの、生姜カメラでお見せするんですけれども、はい、こんな感じですね。こういうふうにタラヨウという木の葉っぱがあります。で この葉っぱはですね、尖ったもので傷をつけるようにひっかくと、文字が書けるんですよ。で、ここに文字を書くことで、えー、今のはがき、まさに葉っぱに書くからはがきなんですよね。その語源になったとも言われる葉っぱなんです。ちょっと書いてみたいんですけれども、書け、あ、書ける。書けるけど、見づらい。見づらい。こっちはどうだ。 あこっちはわかりやすいかも見えますかね見える空海、うんうん、と書いていました <laughs> <laughs> はいまぁ、あ、こんな感じでハガキの元となった葉っぱタラヨウの木というのがあるんですよでね今回の空海様の展覧会で、えー、皆さん密教が えー、伝わっていくそのルートについて、えー、説明しているくだりがあったかと思うんですけれどもその中でボンといいうものが出ていましたこっちの方これです、ね、ボンですすねこれはですね、あのー、タラジュというヤシ科の植物の葉を加工して経典として使ったものということで、えー、昔は紙がなかったのでこんな風に葉っぱにこう文字を刻んで でこれはさらにこう墨とかを流しているのかな、えー、こんな感じで、えー、経典を作っていましたこのタラ樹の葉っぱを使って経典を作るというのと二月堂のそばにありますこのタラ葉の木これまあ言ってみたら同じものなんですよね、えー、形状なんかは違いますけれども同じヤシカのお、まあ、タラという名前が付いています 昔の人がですね、えー、苦労して文字を残そうとした、えー、その名残がこの葉っぱが実際に手に取って見ることができるんです。まあ、季節にももよるんですけれども 今ね、お見せしたこのタラヨウの葉っぱは、二月堂行って、えー、階段登る途中で拾ってきたものなんですね、えー。結構落葉してたのでもらってきました。あのー、皆さんもぜひね、えー、落ちてるのがあったら1枚ぐらいもらっていいかと思いますので、あのー、木からね、むしっちゃダメですよ。<laughs> はい、落ちてるのがあったら、あのー、いただくことにして、ぜひ、空海様の展覧会でもありました、 この葉っぱにお経を書いていてたそうやって残そうとした先人の苦労というのを東大寺の大仏さんを拝みながらぜひ感じていただければと思いますはい、えー、空海様の大規模な展覧会空海展奈良国立博物館で6月9日までです。 まだですね、あの後期までも日,日時がありますので、よろしければ前期後期合わせて見に来ていただいて、そしてもし余裕があれば私の奈良ツアーも時々開催してますので、よかったら来てください。はい、それではまた次の動画でお目にかかりましょう。こちらの動画が面白かったら、ぜひぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。